最強ジュナイバー。どうも、コタタです。今回は、最強レイドにジュナイバーが登場。ジュナイバー？少し前にやったやんけ。またジュナイバーレイドなんか？いやいや、ジュナイバーはジュナイバーでも、今回は、翡翠地方の姿のジュナイバーです。トリマ、ポケポータルからニュースを受け取り、最新の状態にして、ジュナイバーに挑みましょう。最強レイド、翡翠の姿のジュナイバー？ほんで、今回は誰で挑むんや？御三家ホゲータの最終進化、ラウドボーンです。テラスタイプ炎、持ち物は貝殻の鈴。覚えている技は、フレアソングと呪いのみ。性格は控えめ、特性は天然、努力値は、特攻と防御に振ってあります。まあ、勝てるかわからんけど頑張れや。絶対勝ちますよ、ジュナイバーのとこへ、レッツラゴー。バトルしようぜ！くそ、毎回街から遠いとこに出やがって、やっと到着やわ。今回もソロで倒します。頑張っていきましょう。ヒーローの出番です。ほんで、今回の立ち回りは、ひたすらフレアソングです。歌いまくりましょう。俺はジャイアンガキ大将。じゃあ、耳が、ジャイアンさんは置いといて。フレアソングの前に、イケイケどんどん、呪いをすると楽になる時もあるけど、すぐにかき消されたりする時もあるので、フレアソング連発でもいいかもですね。ちょっと早送りや。何度かピンチになったけど、これで何とか倒せそうやね。ほいほい、ジュナイバー撃破です。粉砕、玉砕、大喝采。よしよし、早速捕まえましょう。よっしゃ、奇数のジュナイバーゲットで、だーい丈夫。初回は、毎度おなじみ特性パッチ確定です。これにて、で終わろうと思ってたけど、捕まえたジュナイバー見ていきましょう。ほい、最強の翡翠ジュナイバーさん。覚えている技はこの4つ、特性は肝っ玉。ほんで、最強の証を持っています。ジュナイバーを無事ゲットしたので、今回はここまで。ラウドボーン以外にも、ソウブレイズ、アーマーガー、ミュウなどもおすすめ。個人的には一番ラウドボーンが安定しました。皆様はなんでジュナイバーを倒したか、ぜひコメント欄で教えてください。あ、チャンネル登録や高評価もぜひお願いします。ほなまた。頼んます、チャンネル登録よろしくです。